僕中断っていうことが初めてだったんでどうなるかなって正直思ったんですけど、まあ周りの選手とも何回か経験したことある選手がばっかで、その方が引っ張ってくれたんで、まあ入った結果になって、まあ、2回目の中断の後なんてワンプレー目で点取れましたし、まあ、そこ大きいですよね。1回そこでリセットできたっていうのは、ちょっと前半が特にすごい感触が良くなかったので、そういった中でまず後半点取んなきゃとか、数字は出さなきゃっていう気持ちがあったんで、2回心を落ち着かせるタイミングがあったんで、よかったかもしれないですね、それが。僕も映像見てたら、水すごって思って、ボールがバウンドするたびにバシャーンってなるし、だってたけど、ピッチは予想以上にその止まるとかもなかったですし、はい、そんなにしにくさはなかったですからね。じゃあやっぱあの快速ドリブルで決まったのはもう自分のイメージ通り。あれはもうイメージ通りです。よかったです。もうタケルもうまく貯めて、一回貯めてくれたおかげで敵を引き寄せることができて背後取れたので、まああのタケルもよく一回やめてくれたなって思って。僕ももうちょっと待って、今っていう時に本当に出してくれたんで、相手にもあれは感謝します。ベルギー戦も結果。アシスト真ん中からアシストっていう形もできましたし、まあ、ちょっとずつ自信はついてきている感じがするので、まあ、もうちょっともっと他の選手とかの動きを見ながら自分に吸収してやれればまだまだこれからです。うまくターンできてシュートを取ってきた時にあんま思ったよりいい位置に置けなくて、あ、はいはいはい、まあ、どうしようこれ無理になって思った時に見えたんですよ。 あって思ってやめて、あーもう走ってると思う。あれよかった、もうケゴ君がすごいいいタイミングできたんで、あれもうちょっと後ろとかにいたら、ね、俺無理やり打っちゃったと思うんで、本当にいい位置にいてくれたのおかげであれは判断できた。結構センターバックとかボランチからもっとこうしてほしいっていう要求はあるんですけど、やっぱそれサイドハーフだから張ってるからできるっていうところもあって、やっぱ内側絞ってるとどうしてもそれが難しいっていうところも正直あるんですけど、まあでもそこでもできるようになったらやっぱ強いと思うんで、多分サイドバックとかセンターバックとかボランチの選手が言うってことは、まあ、多分できると思うんで、まあ、なかなかちょっとまだそこまでなんだろう回ってないっていうか、とにかくなんかもう内側で受けてっていうところでなっちゃってるんで今、まあ、そこはうまく試合状況を見てですね、出していけるところがあれば。